試合終了です。ご覧いただきました通り、最後の一枠をかけた戦いに皆様ご注目ください。ご覧の皆様こんにちは。おめでとうございます。初のウィンターカップ初のベスト4入りですか。そうです。どうですか今の心境は。まあ、やっぱり開志国際は冬にずっと勝てていなかったので、まあ、まずベスト4に入ってほっとします。やっぱり結構この今大会見てて開志国際、まあ、オフェンスのチームって言われる開志国際が今回はディフェンスがいいなって感じるのと、あとはこの武藤君の、ところどころのこのポイントの得点、ここがだいぶ効いてるなっていう印象なんですけど、個人的にこの大会、意識してることとかって何かありますか。まあ、やっぱりチームの得点が止まって苦しい時間帯に、まあ、自分が点を決めてつなげればいいなと思ってました。多分この試合開志国際のチームの中で一番こう安定して決めたい時にこう決めてくる、まあ、相手チームからしたら一番嫌な選手はこう武藤君かなっていう印象なんですけど、なんかしっかりこう今大会でインターハイよりパワーアップして全員がこう役割分担しっかりして、かつディフェンスからのこう速攻がとても速くなったなっていう、これ次ベスト4で大堀か藤枝明誠、はい、次の試合どんな展開になると思いますか。まあ、まだどちらのチームもやったことないので、うん、まあ、分かんないですけど、まあ、今日みたいに、まあ、インターハイから磨いてきたディフェンスを、まあ、今日みたいにやれば、まあ、自分たちの流れが来ると思うので今日みたいに試合運びしたいと思います。まだどっちもやったことないチームですか。そうです。けど結構その、まあ、僕的には個人的に大堀対開志国際が見たいなっていう、まあ、すごい能力者対決っていう空中戦が半端なくなると思うんですけど、まあ、それをちょっと期待して明日は、はい、頑張っていただけたらなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。初の4強おめでとうございます。どうですか、はい、今の心境は。やっぱ嬉しいっていうのが一番初めに来ました、ね、やっぱ平君がまだ1年やんな。はい、ほんまに1年やんな。はい、1年生じゃないよねっていう動きを常にしてて、やっぱこの前回このインターハイからのパワーアップもやっぱ1年生ならではのこの成長速度といいますか、なんか素晴らしいなって思うところあるんですけど、やっぱこのインターハイからウィンターカップにかけて自分自身一番こう頑張ったところ、成長したところって何かありますか。やっぱりそのオールで守ってきた時 の、そのボール運びっていうのは一番成長したのかなとは思います。あ、自分自身がオフェンスの時にってこと。はい、そうですね。あ、確かにミスも少ないし、あとは、初戦かな、一番最初の試合で、はい、明星戦で10番相手に対して このディフェンス、はい、あれが良かったなっていう、まあ、あれはそのやっぱ明星さんのキーマンであるところをしっかり止めないといけなかったので、その時はディフェンスにより重点を置いてやってました、うんうんうん、結構ね、平君ウィングスパンが手が長いからかかるじゃないですか、シュートもね、タッチが、はい、あれが結構効いてるなっていうのがあって、10番もね、だいぶ抑えれてて、はい、で今回のこの、まあ今大会通して開志国際ってオフェンスのチームって言われがちですけど、結構今大会はそのディフェンスが特にいいなっていう、はい、チームとしてはやっぱディフェンスを重点的にやってたりしてたんですか。はい、やっぱりそのオフェンスだけじゃなくて、このウィンターカップはディフェンスの部分が本当に成長したなって自分でもチームでも実感してるので、うん、本当に良かったんじゃないかなと思います。次が、大堀さんか、はい、どこでしたっけ、藤枝明誠さん、藤枝明誠さん、どっちか当たると思うんですけど、はい、まあ、どっちも身長が高いチームで、そこも結構こうリバウンドとかディフェンスのやり合いやと思うんですけど、はい、次の試合に向けて何か意気込みがあればお願いします。やっぱりそのしっかり自分たちのディフェンスからしっかり流れを持っていって、自分ではスリーポイントをしっかり沈められるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。いやー、マジで上手くなってます。びっくりしました。はい、ということで、開志国際 VS、東海大諏訪高校、見事開志国際勝利ということで、
開志国際は、今大会ちょっとこう開志国際がやりたいバスケで勝ててきてるなっていう印象ですね。もともとインターハイとかでも、まあ、今までの例年の開志国際でいうと、まあ、オフェンスがめちゃくちゃ強いチームっていう、まあ、本当超攻撃型チームっていうイメージ印象だったんですけども、まあ、今大会から、チームでやっぱディフェンスに力を入れてるっていうこともあって、ディフェンスが輝く試合が多いなっていうのがありましたね。さっきの試合でもやっぱりこうしっかり抑えてる、場面が多いですし、まあ、今大会一番最初の試合明星戦も、10番の日本代表の八重樫君のスリーポイントを封じて多分一桁得点とかで抑えたんじゃないかな、それぐらいねやっぱハードなディフェンスをしてるっていう、攻撃が強いチームがハードなディフェンスができるようになったら本当にもうここまでチームとして完成するんだっていう、すごいこう衝撃的なチームとしての仕上がり方ができてるんじゃないかなと思います。ということで、ウィンターカップ初の4強開志国際ということで、これも結構意外なんですけど、はい、これからはねまだ開志国際が見たことない世界の、試合だと思うので、まあ、引き続きね開志国際には頑張っていただきたいなと思います。次当たるのがね大堀か、藤枝明誠どっちかのチームと当たるんですけど、どっちのチームも身長高いチームなので、まあ、ここに対してねそのチームでやってきたディフェンスがどこまで通用するか、大堀もねだいぶこう攻撃型のチームなので、ここに対してどんだけディフェンスが通用するかが本当に鍵になってくるかなと思います。はい、ということで、次の試合僕的には結構一番の注目カードじゃないのかなと思っております。はい、ということで明日も楽しみに試合見てください。バイビー。